この動画は東京新橋有名店台湾料理コウミさんで撮らせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。新茶を台湾家庭料理シャンウェイ、皆さんこんにちは。こんにちは。今回の動画はちょっと衝撃的です。まあ、ルーローファンの話なんですけども、ルーローファンは日本でも食べれるじゃん、ここのコウミさんだって。いや違うんですよ、ここの台南のルーローファンは食べ放題なんですよ。なんだって。お店の中にある牛肉スープニューローターンって言うんですけども、100ドルですね、100台湾ドル、これを注文するだけでルーローファンが食べ放題になるんですよ。めっちゃすごいな。これって台湾でもそうないでしょ。ていうか見たことある？ない。そうやね、ちょっとやばいでこの店ほんまに。これルーローファンです。実はこれ食べ放題です。例えばの牛肉スープとか、あと牛なんとかスープとか、まあ、そういったものを1杯でも頼むとルーローファンが食べ放題になります。さっき適当に漢字読んだだろう。牛肉が入ってますね。ちゃんと読んでみろよ。ガオリーツァイニューロがこれですね。ガンニューナンがこちらです。ここからは挙動不審な高木と目力の強いご主人のやり取りをお楽しみください。はい、実はこの度こちらの店の社長さん、コウさんにいろいろ聞いてみたいと思います。コウさんはすごい、まさにもろに職人さんという感じなんで、本当に自らこう調理をしたりとか、そういった社長さんです。じゃあちょっとお話をお伺いいたします。はい、潘先生，给我们采访的时间，非常感谢。不用这么，不用客气。他牛肉汤还吃得还习惯吗？哦，这个味道很香甜，很新鲜，所以我吃了很舒服的感觉。哦，因为我们都采用温体牛肉，哦，就是现宰，马上先送到我们这边。啊，这样。让客人吃到最新鲜的牛肉。啊，这样呀。就是很新的牛肉，像我们肉燥饭，一人消费100块换肉燥卤蛋吃到饱啊，哎，不限碗式跟几颗卤蛋都不限制。哦，これまあ一杯100元の料理をまあ注文してルーローファンとかもう何杯でも食べていいよとそのようにおっしゃってます。啊，这个是我们卫生局颁发的优良奖状，我们优良店家才有的。衛生に関してももう全く問題ないよ。啊，还有今年度台湾之光百叶杰出达人奖。哦，政府からも表彰いただいてます。台湾政府から。牛肉の達人です。你的店还有一家店是吗？目前在台中。啊，台中。ここは台南なんですけども、この店実は台中、台中ね、台中にも支店があるんで、对、東京大学那边。あ、そう。このコウさんのお店のが食べられるんで、よかったらいかがでしょうか。
们是100块，100元，加肉燥加卤蛋吃到饱，这样嘛实惠啊。对，不限晚市，看要吃多少都可以。100元でいくらでもルーローファン食べていいよとおっしゃっています。いやだからそこめっちゃすごいっすよ、ほんまに。